ボート乗り場、フェリー乗り場か。フェリー乗り場ですね、ここは。水がなんかね、すごい綺麗なんですよ、これ。すごい。のどかな。すごい綺麗。すごく水が綺麗でね、これ見えるんかな。魚が泳いでるの見えますかね。すごいよ、これ。いいなぁ。あ、釣ってる人いるじゃん、あんなところで。橋のところで。ほら。ね。釣れるんかな。聞いてみようかな。すぐこういうとこ来ると、ね、話しかけちゃうから。あの泳いでるやつ、釣りたいな。釣りたいな。綺麗な感じ。釣りをね、なんかしてる人があそこにいるみたいなので、ちょっと釣果を聞いてみようかな。見せていただけるということなんで、ちょっと見せていただこうか。わ、すごいな、これ。オキアミで釣ったんだね。おー、ほんとだ、クロダイだ。二十何センチくらいのやつ。これね、クロダイ、ほら、いますよ。わー、すごい、こんなんいるんだね。すごい。いやでもすごい、すごいですね。なんかまさか今日クロダイが見れると思わなかった。いえ、たまたまあの車でドライブがてら遠くから来たんですけど。岐阜から来ました。岐阜の方から。ないですね。それで、あの、たまたま来たので、ね、はい、釣りたいですね、ここ。あ、毎回釣ってみえるんですか、ここで。あ、大阪から見えてるんですか。じゃあ、来たらご一緒していただいちゃってもいいんですか。邪魔になるといけないんで。なんかそこに巻き餌が落ちてるってことは、どなたかさっきされてたんですか。あー、そういうことですか。でもなんかあれですもんね。じゃあ先ほどあちらでクロダイ釣られたんですか。へ、えー、この、え、50センチ出るんですか。わざわざ三重県まで行かなくてもいいですね、じゃあ。そうなんですね。はい、もう高速とやって、あの、イカダマ出すと1日絶対1万5000円は絶対かかるんですよ。そこまで。車内だけやで。本当ですね。そうなります。あの向こうでも釣れるしな。今日は風向き悪いからこっちでやってるけど、風向きは今ええ時はもう赤灯台行くんやで。ちんたらぽんたら歩いて。時期的には別に今の時期だったらここで釣れるんですか。どんなか。だからいろいろやね。今日は風向きでこっちがいるけどね。すごいですね。僕堤防のこういうところでクロダイ奇襲釣りでやってて、しかも釣れてる方のを見たの初めてで、なんか感動をしました。こんな小さいね。小さいですか。あ、本当ですか。すごい、さすがベテランの域。50センチ年なしですか。そうだよ。へえ。イカだなんか言ってな、高さ詰め出して丸坊主になる。そうですよ、丸坊主ですよ。こんなところで十分やん。ひたすらフグが釣れるとか、そんなんですからね。あ、そうですか。今団子やっとるよ。今日なんてすごい向こう波ですよね。あ、外側はね、外側は熱帯低気圧がおるからね、太平洋に。そやから表浜はザバザバのはずよ。あ、そうですか。ここはちょっと入り組んでるからね。入り口に上島があるやんか。そやから、あ、上島、そうですね。あ、そう、上島って、そう、あちらはあれでしたっけ、すごく岩が中にあるんですよね。波、海流がすごい岩にぶつかるところだってなんか聞いたことあるんですけど。島が倒してんのよ、この平子岬もね。さやから波がないよ。団子釣りしたかったら、お団子で持せてあげる、おいでよ。面白そうです。もうずっとやりたいですね、ここで。面白いね。ここでやらんの。私がそことかさ、はい、あの向こうの灯台の方行ってる。あ、そうですか。あの灯台の方が釣れるんですか。あっちの方がやっぱり、釣れてないわな、こっちに比べたらな。こっちは誰かやっとるから、みんな釣れるんよ。あのクロダイはあちら側で、そこで釣ったんですか、今日。あ、それはこっちで釣ったんですか。そしたら、オキアミで。当たるときは、あれは今、寝浮きか何かでやってみるんですか。寝浮き知ってんの。あの、恋釣りでやってたときに、それは寝浮きだって、あの、隣の方に教えていただいて。そうや、これは寝浮きよ。寝浮き釣りですか、じゃあ。そうよ。
あ、じゃあ完全に引き込んで、あの立ったところが合わせ時の感じで、なるほど。子供でも女でも分かるよ。じゃあ完全にそこに這わせるっていうことですか。そうそうそう。あー、なるほど。そうしないと、あのクロダイの口には入らんわね。あー、そこで釣らないといけないってことですね。要するに、クロダイっていうのはそここういう風に合わせるやん。あー、そうですね。でもそこについてない。向いてないからね。へー、すごい、そういうことなんですね。みんな勉強してるね。でもこれじゃあ団子が割れたかどうかとかでは分からないですか。まあ、大体もうそろそろ割れたかなみたいな感じで予想しながら釣ったりとか。経験で分かる。ああ、これは勉強しなきゃいけないですね。それはちょっと授業で張るわけですね。これはちょっと企業秘密みたいな。秘密やな。すごいですね。もう2ヶ月前から学校の先生が一人教えてんのよ。ああ、ここでですか。へえ、団子釣り。昼までやって昼から部活があるぐらいで帰って。わあ、素敵な先生。3枚持ってたよ。ああ、釣ったんですか。3年で30センチ。おお、そんなに釣れるんですか、ここ。釣れるよ。はあ。だって先生の場所が全然釣れへん。へえ。小さいのが1枚。ま、だいたい毎週土日とか来たりされてるんですか、最近は。まあ、天気良かったらね。で、だいたい毎回釣れるんですか、1匹とかこうやって。だいぶ上手いな、6月からこっち。あ、そうですか。すごい。なんか僕、イカダ行ってる意味がなんか見えなくなってきちゃったな。で、あそこの餌屋さんですか、あちらの。いや、途中で買ってくる。あ、途中で買われて。ほとんどあの向かいのぬかベース。じゃあこれぬかベースのもので、なんかああいう、なんていうんですか、チヌパワーとかそういう系のものを混ぜて、サナギとか。なんか三重の方だとサナギが良かったんですけど、なんか福井の方のイカダに行った時にサナギをやったら全く釣れなくなっちゃったことがあって、ここはそういうのなんかあるんですか、サナギをたくさん入れた方が良かったとか。あ、アミエビとかを入れて、あー、なるほど。さっき言うのアミエビのあのエビさん、はい、あれがいいってことですかね。やっぱり魚介類が一番多いからね。あー、なるほど。すごい、団子をこの握るなんかすごいコツがいりそうですよね。いいえ、誰でもできるって。なんかもう手つきが違いますよね。投げて悪かったらいいねんよ。ただそれだけやで。毎回同じ方に投げるとかすごい、なんかこれ野球の練習しないと釣りできないかもしれない。でもできるって。本当ですか。その子なんか2回目から釣り出す。で、これタコも釣れるしさ。あ、タコ、わあ。ヒラメとかさ、団子好きやねん。あ、本当ですか。それはヒラメ。なんていう効果な。学校の先生、3回目にタコ釣りよった。あ、そうですか。素敵な先生ですね。なんか高中学の先生とかなんだけど。面白い先生ですね。わあ、すごい、そうやって投げるんだ。めちゃくちゃ毎回同じ方向にこう投げるって難しそう。へえ。じゃあ今日やってみ、面白い。そうですよね。今日あの釣れたという、さっきのあのクロダイは、当たりはやっぱり値浮きがパッと全部立って沈んだんですか、さらに引き込んだみたいな。それともちょっと値浮きがパッと立ち上がるぐらいで合わせられたんですか。だいたい立ち上がって上げてくれって待ってんねん。あ、もう、あ、こう待ってるとか。そうそう。ああ、そのタイミングで加えてるなっていうことで合わせると。イカダなんかでもさ、竿がピッとなるやろ、ピッと入ってジーッとしてる、はい、入ってピッと戻ってくるのはあれやんか、あれ、餌取りやろ、それと同じことやねん。あー、食い込んで抑え込むってことですか。そうそうそう。あれは違うんですか、今はピクピク。これ音に本当なんか餌、なんか今食べたみたいな感じでしたか。今太ったな。やっぱりああいう風に浮くんですか。上がったり降りたり、合わせとったらな。すごい。当たりもやっぱりよくあるんですか今日。あんまりない。あんまり当たりはないですか。あ、でも ある時に釣れたりすることがある。そう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 。やっぱり一つの魚種がやっぱり餌を浮く魚種がおったら、だいたい全部の魚が活性化。あ、そうか。だからみんな餌取りも含めて急に食べに来るってことで。そうそうそう。あ、当たりの数が急に増えるみたいな。そうそうそう。なるほど。その中の本命の当たりだけを釣っていくような流れになるわけですね。うわ、面白そう。これチヌクラブ見て。あ、チヌクラブ昔僕買ってましたよ。そうやろ。今もあるんですかチヌクラブ。まだあるよ。今四季本になったけどね。ああ、なんか本のあれが質が変わりましたよね、紙質が。そうなんですね。そう、本当に初期の頃のまだあの山本太郎さんとかが若い頃の。山本太郎も未だに出とるよ。あ、そうなんですか。あの子らも結構知ってたもんね。そうですね、インストラクターとか言って、
すごい、本当なんかこう釣れそうね。そんな感じ。どれぐらいかかる？どれぐらいでしょうかね。2時間ちょっととかぐらいですかね。岡崎の人がよく見る、岡崎の人も2時間やる。あ、そうですか。へえ。あ、なんか、まあ、ちょっと釣り具屋行って、竿とかを買って、竿とリールと、ってるからさ、あの普通のキス釣りが玉浮きやんか、霧の。あ、そうですね。あれは見づらいよ。そうですよね、分かんないですもんね。だからこれやったらな、もうこんなでも子供でも分かんねえよ。これってあれですか、あの黒鯛用の浮きなんですか？これ自分で作った。え、作られたんですか？作らない、こんな浮きなんか売ってないよ。え、自分で作られたんですか？こんなん作ってんの自分。え、ちょっと見せていただいてもいいですか？うん、これ作ったんですか？そうよ。すごい。いや、最初の台湾のね、浮きのあるんよ。それでやっとって製造中止になってさ。あ、そうですか。で自分で作るようになったんよ。ね、1000円ぐらいで。あ、そうですか。へえ。あれ、細いから見にくいよ。すごいな。面白いよ。自分の作った浮きですよ。そうですよね。釣れたらめちゃくちゃ嬉しいですよね。こう、そうかそうか、食ってくれたかみたいな、なんかこう可愛くなってきますよね、黒鯛が。ね、すごくわかります。なるほど、なることないです。そうですか。じゃあいろんな釣りして、この黒鯛の奇襲釣りに変わられたというか、落ち着かれたんですか？いや、大阪の時は、白鯖エビ知ってる？ああ、白鯖エビ、わかります。あの、生きたエビですね。あれで、スズキ狙ってたんや。あ、スズキを。それが30年ぐらい取ったかな、20年ぐらい。スズキを狙ったんですか？やっぱりスズキだと大きいですか？でっかいのだと。やっぱり、マックス80何本やったな。80センチか。でっかいな。あれ1.5の針で釣んねんで。あ、そうなんですか。今よりも細く。へ、うん、上がるんですか、1.5 とかで。上がるよ。おー、そうですか。上げた。それは腕ですか。腕ですよ。すごいですね、80センチの鈴木。未だに大阪の家飾ってある。魚拓かなんか取られてました。今日釣られた時は何時ぐらいに釣られたんですか、この黒鯛は。これもなんか全然底が見えないから深そうな感じがするけど、浅いんですか。いいな。まだまだ底見えてるよ。こんなんがうじゃうじゃくる。え、ここですか。行ったり行ったりです。何の魚なんですか。黒や。え、黒鯛。あ、こんなとこ見えるんですか。見える。あ、見られたことあるんです。朝見た。ここ初めてすんねん。今までやったことなかったやん。いつもそこでやんねん、そこの広場のとこで。広場というと、そこで。あっちですか。うん。あ、んでこっちは来たことなくて。そう、一回みんなやっとるから、こんなもんかな。かけたら潜られる言うから、あんまり面白くないんや。あ、こっちですか。うん。あ、潜られる、なんかあるんですか。ケイソンみたいなのあるんですかね、やっぱり。ああいう、ちょっと楽しさや。あ、そこか。そんな大きいの泳いでるんだ。やっぱ50はいるんですね。これは熱い、楽しいですね。まさかですけど、こんな真下は釣れないですか。いやー、深さやったら釣れる思うよ。あ、そうですか。そやけど、そこが肝心になったら、そこは見えるからさ。あ、見えるんですか。見える時は釣れんやろ。ああ、そうですね、浅いですもんね。こっちが見えるけど、向こうも見えるよ。ああ、そういうことですよね。そうか。波は比較的そんなにないところなんですか、ここは。ないよ。いいですね、ここ釣りやすそうだし。来週全部揃えて持っといて。本当ですね。竿とリールといろいろ買って。今はそうやけど、あのカーボン竿でも安いのあるからな。うん、 1.5 で 4,5 メーター、5メーターぐらいのこうってな。これ今誘導式になってるってことですか。スイベルみたいなの上下かませてみたいな。そうか、誘導式じゃないと深さが深いとできないですもんね。できないね。なるほど、ね、そういうことですよね。浮きごと投げることになっちゃって。なんかここ気分がすごくいい。あー、浮きとかこうやって戻ってくるのを見るだけで気持ちいいな。釣りをしてる感覚をあっていいですよね。でも浮きとか古代のな、うん、あの背びれをふやっとたった感じあるやんか。かっこいいですね。タモに救いたいみたいな。あれがもうやめつきなんで。
鴨で救うときに大きく見えますもんね。そうそう、あのイブシ銀が。海の中の力ってすごいよ。だいたい1キロ2キロのあれやんか狙ってる魚や、2キロとしてな30倍の力引いてみて。あ、そうなんですか。だから2キロあったら60キロの力でヘボコを引っ張ってるな。あ、それであんだけ引くんだ。力学的にな。それをこのペランペランの竿で上げるってことですもんね。で釣っていくんやろね。そういうことなんだ。うん、らしいよ。力学的に測ったことないけど、そういうふうなんです。針は何号なんですか、これは今。今3号。へぇ、何号でもいいよ。あ、何号でもいいんですか。5号ってことは大きい針ってことですか。食うんですね、5号とかでも。僕イカダでやってる時なんか大体平均して4号ぐらいでやってたんですけど。太いね。太いですか。やっぱり3号ぐらいの方がいいですかね。3号、食いの悪いところで僕ら1号使うことあるからね。 あ、針が小さい方が毎日さ、うちの相方違うのに釣ると。そういうことですね。そんなに口大きくない。昨日この針で釣れたからと。あ、立った？あ、違います？あれ今の当たりや。今あれ当たりですよね。当たりやけど、違うやつですか。餌取りですか。餌取りやな、あれやつ。そうですね、早かった。確かに抑え込まなかった。普通のイカで食べたらピコンとこれなるやつ。そうですね、それと同じですね。グンってやつですよね。最後来るやつはずっと入る。そうですね、グッて来てからこう行きますもんね。そうそうそう。そうか、餌取りも集まってきてるのかな。活性はでも高そうですね。いっぱいおるよ。さっき向こう側に行ったら、あの岩付き場のすごい浅いところにすっごいちっちゃい、なんか何かわかんないですけど、グレなのかなんかメバルなのかよくわかんないですけど、いっぱいいました。すごいちっちゃいのが。ああ、いっぱいおるよ、あそこに。もうあのアオリイカももう進行で取るでね。あ、そうですか。何月ぐらいまでここ釣られるんですか。大体11月ぐらいまでね、温暖化で吹くまで。それぐらいまでは釣れる感じですか。それからもう風が強くてね、あ、風が強くなっちゃったりして、へえ、そうか。ほんで向こうに赤いとこなるやんか。あっこは波越えてくる。あそこまで行かれやな。あ、そんなとこまで波来るんですか。魚おるけどさ。あちらに釣って見える方、あれ釣りして見える方なのかな。皆さん黒鯛狙いですか、やっぱり。いや、そうではないです。今ヘダイが釣れとるからね。あ、ヘダイが、うん、へえ。知ってる。知ってます。黒鯛と違ってちょっと顔が丸っこいやつですよね。前面がキビレみたいな。キビレの親戚やね。そういうことですよね。あれの手のひらが釣れとるね。おー、なるほど。お、それは楽しそうですね。楽しくない。そうですか。もう黒鯛見たら、まあ確かに相手ではないですよね。金と銅ぐらい違いますか。もっと違います。釣りでって考えたらやっぱり魅力は黒鯛ですもんね。引っ張り合いだけ楽しい。じゃあ最後リリースされたりするんですか。あの、いよいよ絞ったらあげるけどね。すごいな。いるんやったら持って帰る。ああ、でもせっかく釣られたやつだからあれかなと思って。魚不安もしないよ。そうなんですか。いや、いいんですか。大体いいんですかって、そんなのもらっちゃダメ。はい、僕はあれやったら、あのガスコンロのグリルにちょうど入るお茶やね。そうですね、塩焼きが美味しいサイズですね。塩焼きちょうどいい。さばいて。ここ確かに面白そう。こんなところがあったなんて知らなかったな。で、みんなここに船乗る人歩いていくとこですもんね。そうおはようございますみたいな感じで今日はいかがですかみたいな感じで。釣れたタイミングとかだとすごい注目受けそうですね。あ、なんかタモで撮ってるみたいな。すごい。なんかここにいるのが風も気持ちいいし幸せな気分になれるな。暑いですね、今日ね。いいな。だからまあちょこっと2時間で来れるやったら結構早いね。そうですね、別に来ようと思えば三重まで行ってたぐらいですから。ここは人少ないやろ。本当ですね。車はいつもどちらに止められるんですか。やっぱり向こうの駐車場に止められるんですか。どこでも止めたら。
あ、こういうとこも止めれるんですか。へー、これ最高にいい場所だな。このなんか道の駅のところはなくなっちゃったんですか、このイラコのこの目の前の道の駅の、やめられる。あ、やめられるんですか。あ、マンションが、そうな、入るのかな。そうですね、そうですね、この辺りコンビニがあるのかどうか。コンビニはね、やっぱり遠いんですか。遠いな。そうなんだ。へえ、これは道糸のところに浮き止めのゴムを先に通して、ゴムじゃない、じゃあゴムじゃないんですか。木綿糸。あ、木綿糸、それは後から縛るんですか。そう、後から縛る。あ、そうすると棚も好きにできるってことですね。そうそう、あ、なるほど、木綿糸を縛る。あ、それであのこの水弁の穴を越えない大きさにしとけば止まるってことですか。そうそうそう。ああ、なるほど。水弁なんかも綺麗に塗ってるね。ああ、そうなんですね。気付けて誘導のやつですね。うん、あれはあの蛍光のところになってるのあれ重りですか。蛍光のなんか緑の蛍光に挟まれてる鉛のような。カラマンボウ。あ、カラマンボウですか。うん、下の方が切れたって時は、あ、回収できるようにするとですね。ああ、なるほど、はいはい。こういうのですね。すごいなこれ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。道具全部揃えておいで。はい。一万もあれば全部揃えれるで。そうですね。あのリールなんかさ、何でもいいんですか。ワゴンに糸付きあるやんか。あれも3000番ぐらいのさ、安いので十分やから。あ、そういうのでも釣れるんですか。向こうはコイン製米で、もらえるやん、ただ。ああ、それでやってみるんですか。そうよ。へえ。そうとか、どうしてもコイン製米なかったら、コミヤ行ったら安いね、1票200円で売っとるから。あ、へえ、うん。それに何か混ぜるんですか、砂とかなんかそういう系を。砂は重り代わりでね。で、あと、集魚剤。あ、はい、集魚剤。ラオスと袋と、で、網エビと、網エビ300円のあるやんか。あれブロック系のやつとかですね。ブロックで、それと、オキアミナ。600円から700円ぐらいの小さいブロックあるやん、あれの差しを取って残りをこの中混ぜるよ。ああ、なるほど、ですね。覚えてこう。コーンはいいですね。なぜなんでしょうね、サナギ。その植生によるんやろね。この辺りの植生がそういう風なのかな。昔この辺りサナギの妖怪産業がなかったんやろね。ああ、そうかもしれないですね。清水の方行ったらそうですよね。サナギが通用するけどね。開口をやってましたもんね。植生があるってことなんですね。わあ、すごいな。見なさいけど、だからオキアミ使うからオキアミを入れたんでね。わかる。そういうことですね。みんなそれを知らんと匂いつけなあかんやけど、絶対サナギ越えてなんかってみんな言うねん。言いますもんね、みんなの中で。だけど僕はサナギ使わなかったら意味ない思うよ。そういうことか。これ結局年中通してやっぱりあれですか、そのエビですか、エビというかオキアミですか。オキアミで十分釣れるね。それ以外の餌で釣られたことはあります。例えばコーンの刺し餌とか。コーンだけでも釣れるよ。あ、オキアミの方がやっぱりいいかな。サトリ入るからね。やっぱりじゃあこの辺エビいるんですかね。結構エビとかいるんかな。確かになんかもうこの堤防の周りいそうですもんね。絶対いますよね。見たからにいそうですもんね、こういうの。そうか、ありがとうございます。なんかだいぶいろいろ話しかけてお邪魔してしまいましたけども。